手を合わせていただきます。いただきます。ほんまに今なんか健康というかね、こう意識してるから。はい、おー、抹茶に移動して、今度は後楽園を見学してもらいます。こちらも1時間ほど見学してもらいます。で、後楽園見学が終わりましたら、後楽園の中に革命館という、まあ、屋敷があるんですが、そちらで戦国飯を。食べれないんで、ちょっと頑張って、彼女初めてですか？2回目ですね。あ、2回目。1回目は、入るのは初めてです。おぉ。Is that good? Do you have the red line in the part that it belongs to? おぉ、触っちゃった。
手を合わせていただきます。いただきます。はい、歴史的には長い間、上流階級の人だけがね、ご飯を白いお米、白いお米、ね、なんで玄米が一般的にだったんです。で、まあ、江戸時代に入って精米技術が上がってから、その白米が普及してきました。いや、それいけないだろう。何も入ってないから。どれが一番すごいですか？ほんまに今なんか健康というかね、こう意識してるから、めっちゃもう毎日これでいい、本当に。じゃあこれはお抹茶と、そう、お抹茶、嬉しい、やった。直そうと思わない。直すって兜と。厳しい修行の中で食べる精進料理の一つで生まれた、それがごま豆腐ですね。で、黒豆のね、豆っていうのは、いいですか？はい、大丈夫です。お疲れ様です。なんか建築から見えましたよ。あ、本当ですか？わちゃわちゃやってる。ちょっとね、コースが違うから同じように回ってないですけど。で、僕だって逆コース。そう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 。この後カッチョ切られるんですよね。あ、そうですね。いや、暑いと思うけど。あ、ですか。はい、楽しんでください。カッチョをします。あ、岡山ってのいろいろ海外旅行が入ってて、そのビザの手続きをしようかなと思って帰ってきたんですけど、2週間がめっちゃ短かったんですよ。ああ、まああっという間だよね。はい、お願いします。ここはどうですか？ここ、あ、靴箱に入れていただけたら。気分はどうですか？要は情けじゃ分からんけど、なんかあるんかな、セリフ。じゃあ、なんか報告しに来た。報告です。いや、でもなんもないです。あ、そう。じゃあ、ちょっとその姿で俺、そう、本来はちょっと下で動画撮影するんだったのが、先にそこのお城の前でまずは動画を撮影すると、で、その後は下に降りてまた動画撮影で、時間が余れば城内周りを散策するという流れでもありますからの。ちなみに外はめっちゃ暑いからな。倒れんように気をつけてくださいの。暑くなったらもうすぐ脱ぐぐらいで。
はい、目先に二人ちょっと行きましょう。はい、では順番に行きましょう。あそこにクッと入ってもらうんで。それが意外とね、気持ちが良かったりするんですよ。その辺とかめちゃくちゃこうなんかね、こうなんかギュッとなってる感じが逆に気持ちが引き締まるというか、そういうのはありますので、ぜひ癖になったらまた私にお声がけいつでも甲冑をお貸しできますので。ありがとうございます。はい、歩いてきたんで。このお城をバックにこれからみんなのかっこいい動画を撮っていくからの、ちょっと皆さんよろしいですか。はい、じゃあみんな集合。これからあのお城をバックに、カメラマンさんにカメラで撮影してもらいます。でそのアクションを、縦のアクションスタッフの天野さんが今日来てもらってるんで、彼にどういう動きをするか説明してもらって、それをちょっと皆さん順番に同じ動きをしていきます。でそれを最終的にあのプロのカメラマンの方が撮影して編集して、はい、すげえかっちょいい感じにしてまとめてくれるそうなので、そのつもりであの皆さん撮影頑張りましょう。青空が綺麗だ。ほんと撮影美容じゃない。青空が綺麗だ。これはいい絵が撮れますぞ。母さんもどんどん行きましょう。やっぱね、僕はテンション高い系ダンスじゃないかな。なんか I like your color! Can you help me use it? Yeah, sure! どうですか？そっちのカメラが好きです。重いですか？I put it here, okay? 重いです。はい、OK です。じゃあよろしいですか。はい、では参りましょう。浮田秀、イエーイ。Yeah, okay, you sure? I don't even want to stand like. お疲れ様って英語でなんて言う。ないね。ない。You must be tired みたいな。ないね。Great job. Great job. ああ、なるほどね。Great job. Good job しかないですね。スタッフの天野さんの方が指示した通りの動きだけ許可もらってますので、そこはちょっとお気をつけください。本物の刀？本物に見える刀です。でちょっとそこだけお気をつけください。刀の下のところがあります。刀を下から持ちます。ちょっと皆さんの今抜けない状態になってるんですけど、はい、持ち方は上からじゃなくて下から。じゃあ、 カメラは後ろから背中姿を撮らせていただきますので、気にせずこちらの球がかかりましたら木の横まで通り抜けてください。はい、では行きます。はい、お願いします。はい、はい、で膝曲げてしっかりここ踏ん張ってください。ここでそう、あー、いいですね、かっこいい。行きます。ごめんなさい、ちょっと全然全然もう一回、動きいい感じで、ね、はい、そのまま行きましょう。よろしいですか。はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。はい、僕は大丈夫です。はい、OK です。いい感じです。で上がりましょう。父さん行けます？上歩いて遊びます。カメラ大丈夫ですか？え、線はでも正面もう真っ直ぐ下じゃなくて。はい。あ、なるほど。向こうの方向いてる。遠い未来。あ、そうですね。これで終わりですか？で、これはさっきのメイキング映像というか、まあそれは原さんの YouTube で上がったりするんですか？なんかインスタとかにあげようかなと思います。あ、終わった感じですね。拍手。クランクアップってやつですか？あ、美味しかったです。意外と。うん。受けた？美味しかったです。よかったよかった。うん。味の方はどうだった？
あ、美味しいですね。本当？あと意外と肉が入ってないですね。あ、そうそうそうなんだ。昔はな、日本はあんまり肉食べてなかったんです。実は魚は食べてたんだが、だからそう、だから肉はね、栄養不足じゃん。そうなの、意外と。でも栄養不足だからみんななんか150センチ、うん、また低いですね。お主よう知っとるの。そうなんだ、肉食べんかったらみんな背低かったんだ、昔の日本人は。ですよね。そう、ありがとうございます。発生が、どうでした、花咲く1日。いやー楽しいです。なんか天気も意外と 暑すぎずに、なんかこれを着たらこうちょっと自分が強くなった気分になりますね。あ、でもあれですね、あの、はい、兜ない方がなんかまた、はい、いいっすね。もう結構新鮮で楽しかったです。もう普通に体験できないんですね、こういう戦国の、うん、戦国飯っていうものがあるのがもう知らなかったです、うん、もう楽しかったです、うん、すごく楽しかったです、うん、あの普通は特別なチャンスなんですね、はい、あとランチもすごく美味しかったし、あと説明も何食べてるかの説明もめっちゃ分かったし、はい、写真とか動画とかいろいろと撮れたのもすごく美味しかったですね。あとはあの教えてくれた人とかをですね、皆さんが本当に優しい。多分話したら長くなると思うんですけど、なんだろう、こう開催に至った経緯というかってどういう、うん、あの、まあ、そもそもこの戦国プロジェクトというのはわしの友人であるイーというものが寄っとるんだが、まあ、わしの顔によく似とるらしいからでそのものが、まあ、要するにその岡山が大好きで、っていうの、そしてこの岡山の、歴史や文化、そしてゆかりの人物を、まあ、全国に PR したいということで、まあ、プロジェクトを始めたんだが、やはりこの岡山城を、ね、見学したりするだけではなくて、実際にこう体験して感じていただいて、そしてこう歴史や文化を好きになってもらうというのが、このプロジェクトの代表の思いじゃとわしは聞いておる。それまでは450年前にはまだ帰らんからな。よくなるまではわしはこの現代令和の時代におるからな。ぜひ皆様にあのわしと一緒に写真を撮りにぜひ来ていただければと思っております。今日はこちらこそありがとうございます。いやね、こう初めて今日甲冑というものを着させていただきましたけど、こう着ることによってね、テンションが上がるというか、なんかこうやっぱりこう男の子の血が騒ぐ。あ、確かに、あ、なんかね、もう戦いたくなっちゃったもんね。けどね、本当貴重な体験だと思います。本当だね、うん、あとね、あの戦国飯、うん、本当ね、ちょっとね、正直食べる前は不安だったの、全部食べれるかどうか、うん、でも全然美味しかった、完食いたしました。ありがとうございました。ね、やっぱああいう、やっぱ日本人の DNA にも組み込まれてるんだろう ね、ああいうものが美味しいって感じる、うん、もしくは年を取ったか、うん、そういう感じでございます。はい、ぜひね、本当岡山の歴史も学べるいいツアーとなってますので、はい、ぜひ皆様参加の方してみてはいかがでしょうか。おすすめです。ごめんなさい、放送事故が。あ、そうだね、あのね、他の方の YouTube に出るのが初めてで、ちょっと嬉しく、ね、もうあのちょっとカメラ目線で、何の質問でした？はい、自己紹介とかそんなことできる、ババタマも。あ、ごめんなさい、何回もごめんなさい。私、ババタマもと申します。あ、今日はね、甲冑を着てですね、ちょっと戦って無事生き残って帰れただけでもよかったかなと思ってる。ちょっと血まみれ、あ、ちゅ、ちゅ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、今日は一日楽しかったね。いや、楽しかったです、ありがとうございました。じゃあ、そういうことで、ちょっとこれから私たちは行くところがあるんです。はい、わかりました。お疲れ様でした。